ナミコ、元気ですか？今、宮古島は夜明け前です。このファックスが届く頃、僕は宮古島の海を前にして、きっとむしゃぶるいしていることでしょう。こうして、ナミコに手紙を書くのは、随分久しぶりですね。ということは、二人が別れ別れにいるのも、久しぶりということです。昔、ナミコと文通していた頃を思い出して、懐かしい気分に浸っています。この手紙を書き終えて、ホテルの人にファックスしてもらうように頼んだら、バイクの様子を見に行こうと思います。熊谷善吉さんは今年は特に張り切っています。何しろ10年連続完走がかかっているんですからね。ナミコ、覚えてますか？二人で一緒にトライアスロンを始めて間もない頃でした。バイクのギアの調子が悪いのに気づかないで走り続けて。ナミコ、あの時は本当に悔しかったね。耳が聞こえたら、あんなアクシデントは起きなかったのに。マカベさんは今日も元気でした。おはようの挨拶の後で、マカベさんは僕に今日は二人分走らなきゃねというのです。そこで僕はこう言いました。マカベさん、違いますよ。全部で三人分ですよって。おはよう。この人はアミンミール、優勝候補のドイツの選手です。すごい迫力です。メンバーとしましては、かつての仲間である高森くんの、ちょっと早いのですが、出産でね。出産。OK だ。そんなわけで、高森くんの出産祝いを。違う、産むのは奥さんでしょ。高森奈美子さんが、奈美子さん。無事。赤ちゃんをお産みになるように。
としたの。そうか。プレゼント。会社のみんなから元気な赤ん坊が生まれるといいなって。冬の声に出して冬の寒い夜外から帰ってきてあったかいこたつの中に入ったみたいなおいしい料理を食べてそれだけでも嬉しいのにデザートのケーキもおいしくてもうニコニコしちゃうっていうか僕頑張って元気な赤ちゃん産んでよねハッピーベビー十何個いいな函館私も産休取ろっかな旦那さん見つけるのが先よじゃあお先にそれは言えてるよねみんなもねお疲れ様でしたあー、いいな、赤ちゃん。本当だね。あんこ、頑張って赤ちゃん産まないと。僕が何を頑張るの？あれやわ。お前、お前、われは、あ、なに、われは、いや、おい、今、われは、お前、お前、おい、おい、おこの子の、お前で頑張るよ。Coca-Cola, the Tokyo Group, Hawks, Okinawa Mitsubishi, Fujitsu, the Bank of the Ryukyu, Kotobagumi Construction, というようなわけで僕も大いに楽しんで頑張ろうと思っていますナミコも陣痛で苦しい時はトライアスロンを思い出して乗り越えてください離れていても
僕たちは一つですから。僕たちは一つだって。ところで奈美子、赤ちゃんの名前ですが、二人でいろいろ考えましたね。特に男の子だって分かってからは、名前を考えるのが楽しみでした。ゆう、かい、つばさ、しょう、ひかる、はやて、まこと。でもやっぱり僕はあれがいいと思います。奈美子も絶対賛成してくれると思います。ございます。どうかなさいましたか？いえ、なんか今日はいいことがありそうです。本当に早いわね。お前たちからファックスが来て、来年はおじいさんおばあさんになりますよって。それがもうこんなだもんね。そうだ、これ安産のお守り、お父さんが買ってきてくれたの。ほら、ね。あ、どうも。すみません。お父さんも後から来るかもしれないって、今日は日曜日だっていうのに市役所用事があるんだって。働き者だよね、お父さんも。お酒飲めないからってね、昼間に打ち合わせをするのはいいけれど、からって何も休みの日に仕事しなくたっていいのにね。なんかありそうだ。今日はなんだかいいことありそうだ。はい、奈美子。何？何がおかしいの？嫌な子ね。お母さんはね、お前の分まで喋っているのでございます。ハニー、レオ、
ごめんな。やっぱりいいことあった。それにしても奈美子と正博さんがね。こうして奈美子に手紙を書くのは随分久しぶりですね。昔奈美子と文通していた頃を思い出して懐かしい気分に浸っています。こんにちは。僕は栃木県立宇都宮ろう学校中学部1年生の高森正弘です。全国の仲間たちと文通したいのでお手紙ください。返事は必ず書きます。皆さんお手紙待っています。 PS、 それからよかったら写真も同封してください。返事を書くときイメージが湧きますから。番号328、栃木県栃木市嘉右衛門町23-6、高森正弘。おめでとう、ミッキー。なんと50分の1の確率でした。難関を突破して僕が君を選んだのは、僕は沖縄と北海道が大好きだからです。沖縄はあの太陽と海と光、北海道はロマンシック。本当はミッキーが一番可愛かったのでミッキーと文通することに決めました。僕のニックネームはロックンローラージミーです。僕は矢沢永吉が大好きです。特にファンキーモンキーベイビーは最高です。それからどうしてジミーかというと、ジェームス・ディーンの愛称がジミーだからです。エデンの東は最高に感動しました。ではまたお手紙書きます。 PS、 僕も写真を同封します。6月5日、ロックンローラージミーより、ミッキー様。私この頃油絵を始めました。私の憧れは方言です。あ、方言って知ってますか？文明社会の全てを捨てて一人達成を語る。
戦略ロックンローラージミーは恋に落ちたのです。その子は可愛い俺の彼女なのさ。僕には絵のこともゴーギャンって人のことも分かりません。ミッキーのことは可愛いけれど、やっぱり手紙だけじゃ遠すぎるよね。ロックンローラージミーより4月25日ミッキーへ。どんな人か、よかったらここに教えてくださいね。ミッキーより5月12日ロックンローラージミー様。ミッキーにボーイフレンドなんて、そりゃよかったね。これでお互いお相手、もう寂しくはないってわけさ。それじゃバイバイ。ロックンローラージミーより5月18日ミッキーへ。眠れました。そりゃよかった。でも本当はご主人と一緒に走りたいんじゃないですか。あ、産着ですか。はい。ただいま。おかえり。おかえり。どうしたの。ナミコの高校のことなの。北海道のろう学校高等部は小樽にある全寮制一個だけでしょう。列車でも4時間、車でも5時間かかる。だから全寮制なんじゃない。だって離れ離れになるんだよ。寂しいだけじゃなくて、寮生活ができるかっていうこと。お父さん。やらせてみようじゃないか。奈美子だって高校に行きたいさ。決まりだね。よかったね。
早瀬奈美子の父親です。母です。どうぞよろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。さあどうぞこちらへ。どうぞ。すいません。どうぞ。本当にこちらどうぞ。いただきます。すいません、はい、どうも。はい、どうぞごゆっくり。ありがとうございます。これからここで一人で暮らすんだな。さあ食べて食べて、あんたの好きなホッキご飯ね。はい。奈美子ほら、お前の好きなのがいっぱいあるだろ。体に気をつけてね。頑張ってな。よろしくお願いします。早瀬と山本が素晴らしい地図を描いてくれたから、それを見ながら説明を始めます。これが修学旅行の全行程です。要所要所のことをよく調べて、で学習するように。名所、それから旧跡、それと歴史、何が美味しいかどうか調べておくと面白いぞ。京都、奈良、それと大阪が目的地だけど、途中で富士山が見えるかもしれない。富士山に登ったことのある人いないのか。先生は若い時に登った。おや、早瀬は何を書いているのかな。早瀬の頭の中にはきっと伝えたいイメージがいっぱいあって、それを絵で表現しているのかもしれないね。それは人間らしく生きるためにとても大切なことなんだ。久しぶりにお手紙書いたのは、今度修学旅行でロックンローラー車の住む近くを新幹線で通ります。フィンガーの土手で待っていて、私が通ったら手を振ってください。かしこ PS、 あ、私のことを覚えていたらいいです。覚えてます。だけど鬼怒川までチャリで飛ばしたって3時間だぜ。一体何考えてんだろう。
ひょっとしたら私に眠っていたのかもしれません。お詫びの収支に京都名産や茶菓子をお送りします。どうか召し上がってください。お待たせしました。大分県でございません。私のクラスの学先生です。学先生、いただきます。お前たちは何を召し上がってんだ、あ？定額処分くらって帰ってくるなんざ。バカ野郎、ガキの頃から言ってるだろう。ちゃんと声に出して言え。俺の顔見ろ。いいか、タバコを吸いたきゃ俺の前で吸え、酒を飲みたきゃ俺の前で飲め。何か言いたいことがあったら俺に向かって言え。おそらくこんな間違いを起こさずに済んだんだ。俺、ヨーロッパ行きたい。なんだと？格安のツアーがあるんだ。新聞の広告に載ってた。待て、待て。正弘、いいチャンスだ、行ってこい。いろいろ見て勉強してこい。金のことは心配すんな。これからの祭りのシーズンは俺たちの稼ぎ時だ。ありがとう、父ちゃん。旅に出るのは父ちゃんだけでたくさんだよ。今度は2ヶ月か半年か。さあな。ヨーロッパか。俺も行きてえな。ボンシュール、ミッキー。パリはすごくいいところだよ。いつか一緒に来られるといいね。でもね、僕の目的はルーブル美術館でもゴーギャンさんでもない、フランス料理の食べ歩き。ロックンローラージミーには内緒の夢があるのさ。それじゃあな。 PS、 あ、いつかは優しいごちそうさんでした、マサヒロ。今でも北海道が好きですか？今度の夏休みに北海道に来ませんか？その時パリの話を聞かせてね、私のロックンローラー様へ。ミッキーより。 PS、 この頃なんだかうまく絵が描けません。どうしたのかしら。大丈夫。大丈夫。
はじめまして、高森正弘です。どうも、奈美子の父親です。はじめまして。奈美子が今朝になって車で送ってほしいと言うもんですか。奈美子の母です。はじめまして。高森さんにはいつも仲良く文通していただいて、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、行きましょう。母さん。私たちはこれで帰りますから。あ、高森さん、函館は初めてですよね。奈美子に案内してもらって、そうそう、この大沼公園は国定公園でとても綺麗で。お父さんもいいから。あ、そうだね。おいや。もう見よ見とる見よ見とるとこだろ見よ緑面白いね。緑手話でも時々通じないことがあるんだ。手話にも方言があるんだね。大丈夫。でも、不安だったから、そのおばさんばっかり。それより、一人で行った沖縄の方が良かった。太陽が明るくてさ、空も海もすっごい真っ青で、俺、熱帯魚と一緒に泳いだなんて。そう。こんな風に考えちゃダメなんだよ。海の中に入ったら魚とだって話せるんだ。海藻も踊ってる、魚たちも歌ってる。俺、沖縄が好きなんだ。沖縄の人が好きなんだ。みんな親切であったかくてさ。まださっき来たばかりだぞ。わかるわけないだろう。あ、でも大好きさ、君がいるから。俺、本当は
不良なんだ。もっとも普通は親に隠れて不良やるもんだけど、うちの場合は親父公認なんだ。不満ねったらねえの。おふくろはいい人さ。本当のおふくろじゃないけど、俺おふくろの前にタバコ吸わない。俺、3歳まで聞こえたの。でも風邪ひいてひどい熱出してさ、その薬の副作用で聞こえなくなった。初めてろう学校に行った時ショックだったわ。だってそれまで自分障害があるのって意識とかなかったんだから。ここは宇宙人の学校かと思った。そして不意に自分もその一人なんだって気づいた。しろ。お前は耳が聞こえないんだ。だけどそれはどうした。文句があるなら口で言え。うん、口を使わないでいると声が出なくなるぞ。うん、どんなに恥ずかしくても声を出して喋るんだ。聞こえない、聞こえない。声を出せ、声を、声を。なんだか耳でも聞こえないみたいね。朝日郎、お前は耳が悪いんだからそれを隠しちゃダメなんだ。聞こえないんだから目で見るものを楽しめ。さあ見てみろ。どうだ、どうだ。新米か。そういうお前はブルドッグ牛乳のクソ親父やの。
難しいね。よし、信じ、帰るべ。もう耳が悪いの映ったら大変だ。ほら、ほら、ご苦労様でした。ナミコ。ただいま。どうした？またナミコのことか。私、ナミコを誰にも負けない人間に育ててみせる。命かけで育ててみせる。ただいま。帰りなさい。ただいま。車のクラクションが聞こえないんだ。自転車なんて危ないじゃないか。左右を確認すれば大丈夫。ナミコは普通の子供なんですから。さあ、お茶にしましょう。どうだ、うまいだろ。天は二物を与えず、そう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 、そう言うだろ。ナミコは耳が聞こえない分、目で見たものを表現する力が人一倍あるようだ。ハートだ。ありがとう。28秒だったかと思いますが、ちょっと。
団地の収入が終わって、これから155キロのバイクに移ります。収入は55分でした。これからバイクを5時間40分台で走り抜ければまあまあです。私、高森さんに相談しちゃおっかな。高森さん、相談に乗ってくれる？相談。実は子供の頃からの私の友達で、障害者の男の人と付き合ってる人がいるんです。彼女、その彼のこと大好きなんだって。でもいざ結婚となるといろいろ迷っちゃうらしくて。高森さん、私その彼女にどんなアドバイスをしたらいいと思う？高森さんならなんて言います？大沼公園？デートすればいい？私は今一人函館山を見ています。そして、ご主人に、独り言？ねえ、その絵私にいただけない？私、急にもらいたくなっちゃったの、奈美子さんから。ごめんなさい。ありがとう。じゃあ私、thank you.
そうか。お前はコックになりたいのか。あ、だからコックになりたくて、ヨーロッパの旅を修行に来ました。よし、その心意気はよし。はい、香織。はい。お願いします。はい。おお、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ほら、足が跳ねちゃってるじゃねえか、お前。使えないだろ。はい。小林、はい、ちょっとお前、仕事止めてこっち見てみ。はい。お前さ、これお客さんに出せないんだよ、これじゃ。いつもちゃんと仕事しないとダメだよ、お前。はい。とりあえず外して、はい、それから本取るから。はい。早く。行くよ、ほら。修行は厳しいけど、10年も努力すればな、立派なシェフになれるぞ。10年。いやいや、そんなことないですよ。どうぞ。どうも、ありがとうございます。すみません。あ、まあそんなもんで。母さん、私にも。まあ、お父さん、調子に乗らないで。いや、今夜お祝いだ。もう少しぐらいならいいべさ。滝先生、私8年前難しいなこれ8年前腸閉塞で手術をしたもんですから、それからこっち私が酒を飲もうとすると奈美子のやついつもこれなんですよ。怖いのなんのっておかげで長いこと禁酒させられましてね。しかし北海道造形デザイン学校、小さい頃から絵を描くのが好きな子でしたが、こんな立派な学校の生徒になれるとは。さあ、愛子も向こうの部屋でみんなで乾杯しようね。はい、これも滝先生のおかげです。いやいや、奈美子の色彩感覚が素晴らしいって認めてくださって。さあ母さん、もういいからあっちへ行ってさ。先生、楽にしてください、楽に。ああ、恐れ入ります。あ、奈美子。さあ、どうぞどうぞ。あ、奈美子が書いたんですよ。先生、私なんです。さあ、行きましょう。どうぞ。恐れ入ります。いいんだ、いいんだ。今日はいいんだ。滝先生もせっかく泊まってくださるんだから。こんばんは。勘弁してあげなさい。あんたが札幌に行ったらお母さんがちゃんと見張っててあげるから。お父さん、 あんまり飲みすぎないで。聴覚障害を持つ人は全国で30万人以上にもなります。今回入学が許可されたのは、今後何らかの障害を持つ人たちに対応するための、言うならばテストケースという意味合いがあるんですよ。入学しても
一般学生と同じに扱うという条件があるのもそのためでして。大丈夫ですよ滝先生、奈美子は絶対に負けませんよ。三属性で色立体を作りますと、大体こういった形の歪んだ構成になりますね。で、この縦軸がホワイトからブラックに至る明度、これを表しています。この明度の標準がですね、ホワイトからブラックの間を視覚的に等しくなるように分割しています。それでこの明度記号なんですけども、ホワイトが10、でブラックを0なんですが、人間の目に認識できるのがホワイトが 9.5、それでブラックがですね、1.5 でこのそうだよね。今度のさ、ほら土曜日もじり合いに見に行く。いいよ、ありがとう。はい、サンキュー。みんなあるあれさ、私あの首の長いのが好きなんだけど。え、なんでなんで、なんで、もう甘いさ。もしもし、早瀬でございます。今ここにですね、お宅のお嬢さんがいるんです。次の列車で函館に帰るから迎えに来てくださいとのことです。ナミコがですか？そのナミコさんがです。そうですか、まあ申し訳ありません。7時16分の列車ですね。わかりました。できないから何かと大変なことは最初から分かっていたことだろう。ナミコ、このままお前を家へ連れて帰るわけにはいかないよ。一学期だけでも頑張ってみないか。机に向かって座ってるだけでもいい。一言も話さなくてもいい。ナミコ、お前そんなに弱い子じゃないだろう。何だって？2年間はうちに帰らないかもしれないって。もちろん世界史を目指す。ちょっと待って、
もちろん世界史を目指す日本第一供給メーカーです。給料はいいしね、もう最高。皆さんどうですか？敵一つとってもいろんな表情してるでしょう。じゃんけんをしたのも、おはじきをしたのも、あやとりをしたのも、雪かきをしたのも、皆さんのその手ですよ。何その形、面白いね。ではその人この人の気持ちを表現してくれます。ね、それ何の形？愛しい人にそっと触れるのもその手。大気圏をぶっ飛ばすのもその手ですね。皆さんはどんな手が好きですか？ああ、面白いよね。どんな表情が似合うか似合わないか。手を見つめることは自分の…私は耳が聞こえません。わからないところを教えてください、早瀬奈美子。いいけど私唇が読めるんだ。すごい。私北沢香織、うん、じゃあ、私にも手話教えて。手話そう、ここ、座んな座んな。どうも、ありがとうございました。聞いて、見る。すいません、もっと青い色ありませんか？はい、青ですか？ええ、これより、はい、もっと青い色ありませんか？あ、これひげ剃りの青。これ赤唇。これ白歯です。白いから？え、じゃあこの黄色は？これ？これ？ひよこ？そっか、ひよこ。そっか。あ、そっか、青ですよね。I love you. I 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 love ハロー、ミッキー、元気ですか？僕は栃木から東京へ出てきて、生活環境が一変に変わりました。一番変わったことといったら、本格的にスポーツに目覚めたこと。というのは、僕は真壁さんという人と出会ったのです。真壁さんはそれはもうすごい人なのです。そこで僕はいきなり真壁さんに弟子入りしました。それはまあこんな具合でした。
ことは僕の親友教えてくれませんか。よろしくお願いします。それから僕は真壁さんと一緒に週に一度はプールに行っています。それとロックンローラージミーとしては週に 3,4 日はディスコでフィーバーしています。楽しいよ。皆さん楽しんでますか。耳聞こえないのにどうして踊れるの？みんなの踊りを見ていると簡単にリズムが取れるの。それにベースの音は体に響くんだ。ストーブをミラーボールはギンギンだし、もうフィーバーフィーバーだよ。そうなんだ。ごめん。耳聞こえなくてもやりたいことは同じなんだなって思って。あ、気にしないで、私偏見ないからいいわよ。本当はミッキーと一緒に踊れたらもっと最高だと思うけど。Are you happy? それから遅れちゃったけど4月25日誕生日をおめでとう。ミッキーの方が俺より一足先に19歳になったわけか。プレゼントは今度会った時に。いつ会えるかな。懐かしく思い返しています。今度は私のアパートに泊まってもいいよ。どうしたの？何が書いてあったの？愛の告白？違う違う、ただの友達だって。友達？ほら、PS、初週お見舞い申し上げます。ナミコ。マサヒロ様。違うよ。本当かな？怪しいな。本当だよ、ペンフレンド。
らっしゃいませ。しかし箱根で彫刻の森美術館を見学して、それから横浜から東京を回って、正倉院、宝蔵展やピカソ展なんかを見学して回る5泊6日の研修旅行のはずですが、誰かさんの場合は、大沼公園以来2年ぶりの再会なんでしょ。よかったね。私も応援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 するからね。なるほど、ジェームス・ディーンね。頑張って、ナミちゃん。公園と違って何にもないけど僕の好きなとこだ。寂しい時に寂しいとこに来るとホッとするからね。ねえ、君は寂しいと思うことない？プレゼント、ハッピーバースデー。こうやると、こういうんだ、音楽家。
聞こえる、聞こえる、うん、聞こえるよ。僕にはね、聞こえるんですよ、海の音が。聞こえるって、どんな風に？ほら、あそこ、うん、あの、青い海が盛り上がって、うん、波になってこっちに向かってくる、うん、岸の岩に当たって砕けて小さなしぶきになって飛び散る、うん、太陽の光にキラッと光る。あの海の姿を見てると僕にはオーケストラの音のように聞こえるんです。へえ、オーケストラ。僕一緒だけオーケストラの演奏を見に行ったことがあるんですけれども、オーケストラの音ってきっとあの海の音のようではないかなと思いました。そう、じゅんさん。え、じゅんさんにはあの小さな草が、あそこ、うん、あそこの小さい草、うん、小さい草が風に吹かれてる。あの風の音はどんな風に聞こえますか？あの風の音？あの風の音は聞こえないよ。だってあんまり小さいから。聞こえないんですか？うん。僕にはあの風の音はきっとバイオリンソロのように聞こえるんだ、そう思ってました。バイオリン、どうですか、聞こえないんですか？ジュンさんにも風の音が、ジュンさんにも聞こえたんですね、風の音が。マイペースで楽しみたいから先に行っていいよ。わかった、じゃあ後で。うん。それはあの
障害者の方も雇用するっていうのがうちの会社の方針ではあるんですけれどもね。建前だよそんなのは。耳が聞こえなくて実際に仕事になるわけないじゃない。と世間ではああいうふうに言う人もいますね。まあその辺がね。ああ絵画鑑賞はお趣味、あスキーね。まあスキーは聞こえなくても。その年の秋、東京パワーズの結成式がありました。東京パワーズはトライアスロンに挑戦する聴覚障害者のグループです。早瀬さんは健聴者以上の仕事がこなせます。それに彼女すごくセンスがいいんです。造形デザイン専門学校の卒業制作が特別に表彰されたんです。あのそれがこれです。新聞にも出ました。聞こえぬ耳、頑張りの2年。でもね、例えば電話は無理でしょう。電話一つかけられないのは困りますよ。我々の仕事はまず電話からですから。はい、SS プランニングです。お世話になっております。お待ちください。原田ちゃん、小樽造園。電話だよ。尾形君ならお風呂でしょ。いや高森君、君に電話。僕に、うん、さあ、はい、早く行く。電話だよ。僕に電話って本当ですか。うん、電話。もしもし、もしもし、高森正弘です。もしもし、もしもし。ナミコ、ナミコだろ。俺だよ。誕生日のプレゼントありがとう。手編みのセーターなんて俺もらうの初めてだよ。あ、今も着てる。色とかデザインとかさ、ナミコさすがだよな。ナミコ、就職大変なんだろう。でも大丈夫だよ。卒業制作特別賞だっただろう。また会いたいね。ナミコ、また会いたいね。ナミコ、ナミコ。
もしもし。電話もう切れてる。ただいま。初めてお目にかかります。私、林奈美子です。よろしくお願いします。ご丁寧に。私は正弘さんの母親です。あ、お疲れになったでしょ。さ、中へ入って、中へ。さ、どうぞどうぞどうぞ。さあさあ、はい、どうぞ。タバコ。うん、父ちゃんにも会ってもらいたかったんだけど。はい、あいにく仕事で。また伊藤さんから聞いて、今いつも旅をしてるって。そう、そうなの。この子も父親に似て旅行が大好き。ヨーロッパにも行ったのよね。うん。ナミコさんは何が好き？ナミコさんの夢は？お父さんの声。デザイン関係の仕事に就きたい。でも夢って言ったら。田舎だから何にもなくって。はい、ペコペコです。ペコペコです。さあ、どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞ。あの、お間違いじゃないんですか？どっからだ？ちょっとお待ちください。東京の職業安定所の係員だって。あ、すいません。もしもし。あ、間違いじゃないんですよ。実はですね、お宅の娘さんがこちらの方に見えられまして、職を探しているということなんで。はい。うちの娘がそう申してるんですか？ええ、そうなんですよ。で、東京の方にですね、心身障害者職能開発センターというところがありますので。ええ、そちらの方をご紹介いたしますので。ええ、念のためにご確認を。はい、はい、ご心配なく。はい。なみこったら、おととい卒業記念に東京に遊びに行ってくるって、何だって一人で決めてしまうんですから。
せっかく帰ってきたあの子を学校追い返した。とうとううちを出てったままになってしまった。北海道函館市船見町、随分遠いんですな。ここには各企業から求人募集が殺到するんですよ。今までの実績がありますからね。このセンターで訓練を受けた人はいろいろの職種で即戦力になるんですよ。ただこのセンターには東京に住んでいる人しか入れないんですよ。東京に親戚はいないのですか？そこに住所を移しては。さあ、冷めないうちにどうぞ。いや、めちゃご存知ですか？九州、福岡県、私のふるさとのお茶です。どうぞ。おめでよ、無心止まったんだ。でも、お父さん、お母さんは最高のランです。 42.195 キロはフルマラソンの距離です。これを4時間以内で走り終えれば僕としては新記録ですが、でもマイペース、マイペースです。マイペース、マイペース、マイペース、マイペース。ナミコ、ナミコ、陣痛でしょ？そうなんでしょ？何にまのんきなこと言ってるの？マラソンじゃないの。
大丈夫、ね、今先生呼んでくるからね、待っててね。で、戸締まりはしてなかったの？これね。Thank you.
ナミコ。ナミコも東京に出てきてまだ1年とちょっとだべさ。それは心細いだろう。慣れないこともあるだろう。だから仲のいい友達が東京にいてよかったと思ってたよ。しかしね、しかしお父さんはあくまでも仲のいい友達なんだと、そうなんだとばっかり。お父さんはね、お父さんとお母さんはお前をどこに出しても恥ずかしくないように育てたつもりだよ。お前もいずれは結婚するだろう、そうも思ってた。まあこういう話はこういうことでもないと口にできなかったかもしれないが、お父さんとお母さんはね、お前に家庭の幸せを味わわせてやりたいと思ってたんだ。だからあれこれ考えて、相手の人がどうだったらこうだろうかとか、こうだったらどうだろうかとか、まあはっきり言えば、まあとにかくお父さんとお母さん二人でいろいろ話をしたわけだ。二人でいろいろ話をして、結局のところはお前次第、ナミコ次第という結論になるわけで、まあそういうわけで、お前がいいと言うなら、でもな、なんぼなんでも同棲というのはどうかと思うな。高森君、君結婚する意思はあるのかい？あるなら早く結婚した方がいいと思うんだが。高森君、私の言うことわからない？私の手話わからない？手話よくわかります。お上手ですよ。じゃあ話は？これも万端だったら聞かせてくれないか、君の気持ちを。僕とってはあんまり考えたことないんですけれども、結婚は30歳くらいでやるのかなって、なんとなく。高森さんは奈美子のこと好きではないんですか？高森さんは奈美子のこと好きではないんですか？好きです、もちろん好きです。だけど今はまだ二人とも若いし、もっと自由でいたいし、それにね。高森君、結婚する意思がないんなら同棲は認められないよ。こら、こら、お願いします。疲れた時は自分の汗を舐めると良いのです。
みんな元気です。走ることが生きていることなんです。曲がってる。ただいまより新郎新婦が入場いたします。皆様温かい盛大な拍手を持ってお迎えください。華やかな装いのお二人が降りてまいりました。皆さん拍手をお願いします。僕たちのプレゼントは宮古島への飛行機の2人分の往復チケットです。それで高森君に宮古島トライアスロンに挑戦してほしいからです。宮古島は外国ではありませんけど、雅弘君の大好きな沖縄の美しい島です。日本一のトライアスロンのコースです。でもここで雅弘君に日本一になってくれとは言いません。どうかこの素敵なコースを楽しんでほしい。結婚生活と同じで無理をせずマイペースで完走してください。奈美子さん応援してね。ということで、マイペースで完走してほしいという願いを込めた。固い絆に
慢しろ。我慢しろ。我慢しろ。耳が聞こえないんだから、目で見るものを楽しめ。どんなに恥ずかしくても、声を出してしゃべるんだ。障害者だからこそ、障害を隠すな。俺の顔を見ろ。タバコを吸うなら俺の前で吸え。酒を飲むなら俺の前で飲め。言いたいことがあるなら俺に向かって言え。いろいろと言ったけれども、笠広、今日はここで父親として最後の言葉を送る。なくしたものの数を数えるな。波子さんと幸せになれ。結婚式のプレゼントで初めて参加した宮古島トライアスロンで僕は純ちゃんと出会いました。どうだい調子は。気持ちいいな。君初めて。僕はもう7回。あの、僕耳聞こえないの。一緒に走ろう。あ、オッケー。純ちゃんはシンガーソングライターですが、トライアスロンに命を懸けていて、自分のことをシンガーソングランナーと呼んでいます。もちろん波子も一緒で懸命に僕を応援してくれました。先行くね。323番は松木達郎さんであります。東京都の方から参加であります。東京都から坂森正弘さんです。ナンバー480番出場しています。宮古島トライアスロンハネムーンおめでとう。ナミコさんとお幸せに。それから毎年この宮古島トライアスロンに参加するのが僕の生きがいになったのです。ちょっと落ち着いたようです。もうすぐ先生がいらっしゃいますから。どうも。今頃旦那様も興奮奮闘、興奮奮闘ですものね。でもね、本当にすごいなって思うのは、高森さんたち二人いつも一緒にいてトライアスロンをしたりしてるでしょ。どこからそんなエネルギーが出てくるのかなって。偉いんですね。ないね。本当にどうしたんだ。音楽。
無理しないよ。頑張ろう。声出してる。あんまよ。マイペース、マイペース、マイペース。体、マイペース。オッケー。元気に動いてる。お母さんも経験が終わりでしょう。陣痛が始まってすぐ出産する人もいれば丸一日かかる人も。ご主人が間に合えばよいんですがね。奈美子さん早そうだから1000円かけましょうか先生。まあ先生お母さんがね面白いことをおっしゃるの。旦那様が出産に間に合うかどうかかけようって1000円間に合う方にかける1000円おかえり。
こ。飲み込。どうして？どうして謝んの？どうして謝んの？ナミコ、僕たち愛し合ってるよね。それで明石ちゃんができたんだよね。だったら赤ん坊の耳が聞こえなかったらどうしたらいいかと思ってるの。でも僕たちだって聞こえないけど大丈夫だろう。かわいそうだって思われるの嫌だろう。それになる子は耳が聞こえなくて本当に不幸だったことあるかい？そうだろ？どうですか。あ、ちょっと冷たいよ。男の子ですね。男の子だって極めて順調です。これが抗がんです。交換、あ、金玉ね。これ金玉だって。男の子ですって。来年の春にはおじいさんおばあさんになりますよ。あ、金玉ついてましたよ。P.S. なんだかとっても嬉しいです。結局この日は10時間48分でゴールしました。僕の新記録にはちょっと届きませんでしたが、楽しくマイペースで完走できたので大満足です。応援の皆さんもありがとう。秋として東京都出身のレースナンバー452番の高森正弘さん、東京パワーズの高森くん、6年連続完走おめでとう。
杯の歌でしょう。これ乾杯の歌でしょう。ほら、あんたたちの結婚式の時にみんなが歌ってくれた乾杯の歌でしょう。あんた知らなかったの？これが乾杯の歌だって。何？何？プロポーズ。10年連続完走おめでとう。さあ大きな拍手で迎えてくださいませ。ワイドワイドワイドクマが、ワイドワイドワイドクマが、はい、岡山の女子熊原純吉さん74歳のアスリート、10年連続完走おめでとうございます。おかえりなさい熊原さん。本当にあの74歳と思い、愛しのロックンローラージミーへ、二人で一緒にレオの産声を聞こうね。あなたのミッキーより。すごかったんだよ、あんたの産声。男の子みたいに元気がよくて。お母さん、男の子産んだことなかったね。ベッドあげて。はい。でも、不思議だよね。愛子が生まれて、次の年にお前が生まれて、何十年も経って、はい、愛子がお母さんになって、今度はお前が赤ちゃん産むの。心を測ります。嬉しいわよ、そりゃ。いつか、いつかきっとお前にも今のお母さんみたいな時が来るの。そしてその時、今お母さんがお前に言ってるようなこと、今度はお前が誰かに言うの。またおしゃべりしちゃったね。あら、どうしたの？緊張してるの？いつもの通りよ。はい。マミコ。まだまだ。まだまだ。陣痛圧。はい。初めてですか、函館は。で、みやみや紹介しましょうか。お客さん、お客さん。
早く早く早く、ナムコ早く。頑張るのよ。もうすぐよ。もうすぐ。ナムコ。急いでください。赤ちゃん生まれるんです。何？赤ちゃん生まれるんです。急いでください。そうだったの？お客さんの赤ちゃんかい？そう、僕の赤ちゃん。わかった。どうですか？どうぞよろしくお願いいたします。痛み収まった？また 3,4 分後に来るからね。これは順調な証拠だから。ありがとうございます。お母さん見てくるからね。あ、すみません、すぐ戻ってきますから。間に合いましたか？あと1時間ぐらいです。どうですか？赤ちゃんも元気ですよ。どうですか？ありがとうございます。大丈夫？間に合った、よかった、感想った。もうそろそろよ、頑張って、もう一息よ。登山で言えばもう8合目、頂上は見えてきた。高森さん、トライアスロンで言えばスイムもバイクも終わってマラソンの真っ最中、もうゴールが見えてきたとこよ。わかる？わかる？そうだ、ナムコ。もうすぐゴールだ。乾燥だ。乾燥するんだ。ナムコ、OK、頑張れ。動かないで、苦しくても動かないで。腰をねじっちゃダメ。どうぞ。やっぱり来なくてよかった。お父さん、仕方がないの。
男は何にもしてやれないの。私と一緒にベース付きの呼吸をしましょうね。よし、来た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 。はい、来たよ。はい、もう少し頑張って。頑張って。動いちゃダメ。頑張って。はい、生まれる生まれる。生まれるよ。頑張って。はい、もう少し頑張って。はい。いいよ、はははで、赤ちゃんだよ。はい、ソン。おお、お前か。うん、そうか。そうか、元気な。そうか。いや、病院へ行こう行こうと思ってたんだが、なかなか仕事の手が離せなくてな。でもまあ、母さんがついて大丈夫。うん、大丈夫。よかったよかった。あれだな、今夜久しぶりに飲めるな。あ、それからな、奈美子に出かしたぞってそう言ってやってくれ。あ、母さん、ご苦労さんでした。愛子には、あ、私から連絡入れるから、栃木の方へは母さんから頼む。うん、じゃあ、うん、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。ほーら、お母さんだよ。はい、ありがとう。よく頑張ったんだよ。そう、よかった。うん、ありがとう。奈美ちゃんにおめでとうって伝えて。じゃあ。安産で、ああ、それが何よりです。
2902グラム。ナミコさん頑張りましたね。え、本当にパパそっくりですね。マサヒロさんこっちのおじいちゃんの血引いてるから、レオちゃん将来は突っ張りになるかもしれませんね。困りましたね、本当に。どうしましょう。え、はいはい、失礼いたします。どうもご苦労様でした。あんた、マサヒロさん、お父さんになりましたよ。何？何？一种一个一，我能会一两的，我能会一两的。でも、その夢はレオが変わって叶えてくれたね。ナミコ。この大沼公園でデートするとね、素敵な夫婦になれるんですって。Thank you.